ノコギリガザミは、十脚目あたりがにかノコギリガザミ、属スキュラに分類されるカニの総称。日本南部を含むインド太平洋の熱帯、亜熱帯域に分布する、大型、沿岸性のカニであり、重要な食用種でもある。ノコギリガザミという和名は、甲の縁に、ノコギリの葉のような突起がついていることに由来する。日本では地域により、銅マンガニ、コーマル、エガニなどと呼ばれる。 英語では、マットクラブ、マングローブクラブなどと呼ばれる。日本には、網目のこぎりがざみ、赤手のこぎりがざみ、トゲのこぎりがざみの3種類が分布するが、3種間の際は小さいこともあり、ノコギリがザミエッセルロタ一種として長い間、扱われてきた。中国では3種の根性として、のこぎりア青ガニと呼ぶこともあるが、一般的には、青ガニと呼ばれる。 網目のコギりがザミのハサミや指向長 130mm、百ミ 200mm に達する大型のカニである。甲は胃腸の歯に似た形の輪郭を持ち、生体では厚みがある。のこぎりの脂肪の鋭い突起が甲の額に六歯、目から甲の両側縁に角球歯つく。体表は平滑で鈍い光沢がある。生体の体色は背面が褐色。 覆面が、紅白色、明褐色をしている。ハサミ足は巨大だが左右で、大きさが違い、比較的、小さく細いハサミと大きく太いハサミがつく。餌の貝類を捕食する際に小さいハサミでつかみ、大きいハサミで殻を砕く。このため、大きいハサミの噛み合わせには、九死を思わせるような、丸い歯が並んでいる。ハサミ足の力は強大で、 乾電池を潰してしまうほどである。第五捕客は、ガザミや石ガニなど他の渡りガニ類と同様に平たい、遊泳客に変化している。アフリカ東海岸、オーストラリア、ハワイ、日本など、インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。日本では、房総半島以南の暖流に面した地域に分布し、特に南西諸島に多い。波の静かな内湾や、 川口の木水域などに生息する。マングローブの根元や砂でー干潟、天石帯に大きな巣穴を掘る。英名は、デイチやマングローブに多く生息することに由来する。昼には巣穴に潜んでいるが夜には、巣穴から出て活動し、道潮に乗って波打ち際付近で餌を取る。縄張り意識が強く、特にオス同士が鉢合わせると喧嘩をする。 戦いの時などに失ったハサミや足は数回の脱皮を繰り返すうちに再生する。日本には南日本に3種が分布する。ただしこれらは一部の研究を除いて混同され、長年度を一種として扱われていたため、分布域の際など詳細な研究は現在進行中である。主観の際は小さいが、額中央の4波などに現れる。 オーストラリアの商店で販売される網目のコギリガザミなどの食材大料理のプーパッポン、カリー生息地周辺では重要な食用種として漁獲されている。漁獲が少ない地域で大型個体が漁獲されると新聞沙汰になることもある。日本では浜名湖、土佐湾、南西諸島などの沿岸でノコギリガザミ類を狙った刺し網やカゴ漁が行われる。夜間に照明で、 旋海域を照らしながらタモモで採捕する、単純な漁法でも漁獲できる。パラオでは槍を投げて仕留める漁法もある。ハサミ足の力が強いので生態の取り扱いには注意が必要で、一般的にはハサミ足を縛り上げて固定された状態で流通する。空気中でもエラに水分が残っていれば生きられるので、ある程度の湿度を保持できれば数日ほど生かしておける。味は濃厚で、 微味なカニの一つにも挙げられる。中国、台湾、東南アジア各国では川ニナ、ウミニナ、カキ、豆カスなどを餌に養殖が行われており、一般的な食材となっている。日本でもイラブ島では、ベニツケモドキや台湾ガザミとともに網目のコギリガザミの養殖が行われており、それをマングローブのある入り江に放してカニ漁を体験できる観光ツアーも実施されている。 料理法は様々で、日本では茹でたり、味噌汁などの具にしたりするほか、天ぷらなどの材料にもなる。中国、台湾、香港では殻を割り、足を切った状態で、ネギ、生姜、トーチなどと炒めたり蒸したりして食べることが多い。関東料理では一般的な高級食材である。マカオ料理では殻ごとカレーにする、カリーハイがあり、 タイ料理でも、ケーランと共に辛い味付けでカレー風にするプーパ、ポンカリーがある。シンガポール料理には、殻ごとチリソースで炒めて、エビチリ風に仕上げるチリクラブがある。石垣島の民謡、アンパルのミダガーマユンタは、メイクラアンパルに生息するカニ類を歌ったもので、カチュに登場するガーシメカンは、ノコギリガザミを指す。ありがとうございます。